思い出していたのはまた家族のこと、綾乃は折れちゃうんだから、みんなのことよろしくね。小さな家の中でひそひそ話そう、秘密の作戦みたいに詰めてこられた3人のまかないには、大人に隠してた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから、私は告げる、そんなことはないよって。真っ赤なヒーローは主人公のヒーローだから、怯えていなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日も折れちゃうんだって、ほら見ていて、赤いマフラー巻きつけた秘密組織みたい、茜色染めた初めよう、小さなヒーローの振りだけど、少しでもまた笑えたらって、今日も家族でいい、幸せを願う先にある未来が、それだけ悲しくても、このことは秘密だよ、楽しくて日が沈んだ。ありがとうございます。みんなまた明日ね。Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Au revoir.